皆様、明けましておめでとうございます。月刊ガルーンのお時間です。ガルーンプロダクトマーケティングマネージャーの足立です。川平です。キントーンの認定資格無事去年合格しまして、すごい。センター試験を思い出しました。センター試験をね、社内的には結構これからね、アップデートいろいろ出せんちゃうみたいな話も ね、ありますから。そうですね、別にあの手を抜いてるわけじゃありません。そうですね、はい。今回ご紹介するプラグインが、こちらサイボーズがご提供しております、社内ポータル作成プラグインです。1月号のピックアップ事例。駒沢大学様の事例をお持ちしました。今回は予定調整系のものなんですけれども、うんうん、単に人の予定を調整するという話ではなくて、施設の予約、やりやすくするポイント。ちょっと気になったのは、ティップスなのかチップスなのか。ティップスが正しい、チップスが正しい。どっちでもいいコメントいただければと思います。いただけたら嬉しい。はい。